でしょ。ごめん。でももうそんなことしないから。違うの。もう一度私に魔法のステッキを貸して。私、今までささみちゃんに助けられてばかりだった。だから今度は私がささみちゃんを助けたいの。でも、もしかしたらまたミサオの心を持たないままのミサになっちゃうかも。大丈夫。弱い心も強い妬みももう私は隠したりしない。こんな矛盾だらけの私だけど、全部まとめて私は、私とミサが大好きだから、きっと大丈夫。お願い、ルー君。いいかい、ミサオ、変身の呪文は。わかってる。ミサは私だもの。よし、ピクシーミューテーション、マジカルリコール。ルー君、そのマイチングな表情は。いや、本当に変身させてよかったのかなと思って。あおったずんだがどっこい、心配はナッシング。このピクシーミサにどんとお任せよ。それはそうと、どうやって行くのさ。いくらミサでも宇宙には行けないよ。ん、心配無用。イッツショータイム。アメリカはロミオと名乗る女性と交渉するため、エンデバー打ち上げを決定しました。まさか、いや、ゴー・トゥ・アメリカ。あ、トマノが、ピクシー・ミサ。いや、衝撃の事実だね。何よ何よ、あの子、普段はおとなしぶ